皆さん、こんにちは。緩和ケア医の木下博也と申します。つながる、届く、緩和ケア。第49回目の今回は、シリーズ、終末期8、退院は無理です。本当に。今回は、最後の場所と関係する話題です。入院していて、今後の療養場所について、主治医と相談した結果、退院は無理でしょう。 一般病棟や緩和ケア病棟で最後と言われたという患者、家族に緩和ケア医として多く出会ってきました。そして私たち緩和ケア医が関わることで退院できた患者も多くいます。ここで疑問です。主治医が言う退院は無理でしょうはどんな理由があるのでしょうか主治医に患者家族が 退院できない理由は何ですかと尋ねたら、どんな回答が返ってくるのでしょうかねはっきりと言います。患者が退院したいと意思表示すれば、どんな状態でも退院できる可能性はあります。もちろん、患者の希望だけではダメですが、患者の希望に添えるか、患者、家族などが主治医、 担当看護師と話し合うことがスタートです。家族などと言いましたが、独居の方でも可能です。ただし、病院の医師は、退院は無理でしょうと言っている、こう思っているので、主治医以外の関わりが必要となることが多いです。退院は無理。その理由を少し挙げてみると、患者用意。食べれない。動けない。 点滴している。家族、介護者要員自宅での介護が難しい。訪問診療、訪問看護要員点滴、注射の対応が無理。処置が複雑など、様々な要因が考えられます。でも、これってすべて病院の医師、看護師などが考える要因なので、本当にそうなのか、思い込みということも多々あります。 当然ですが、病院の医師は訪問診療、訪問看護を受けながら自宅療養をしている患者がどんな風に過ごしているのかを見たことはほとんどありません。となると、訪問診療、訪問看護について熟知している医療、福祉従事者との話し合いは必須です。ところが、訪問診療、訪問看護について熟知している医療、 祉従事者。これが誰なのかどこで探せばいいのかこれが一番難しいのです。また、訪問診療、訪問看護などの導入には、ある程度の時間はかかります。このようなことを考えると、やはり私のチャンネルで繰り返し述べているように、早期からのがん相談支援センターの利用、 緩和ケア外来の受診が有用です。特に進行癌、再発癌と主治医から説明を受けた際には、ぜひ癌相談支援センターの利用、緩和ケア外来の受診を検討してみてください。繰り返しになりますが、患者が自宅に退院したいことを希望し、まずこれがスタートです。そして家族も 患者の希望に沿いたいと考えた場合には、主治医から退院は無理でしょうと言われても退院できる可能性はあります。ただし、そのためには早めの癌相談支援センターの利用、緩和ケア外来の受診が必要です。そして、私たち緩和ケア医は、こういった患者、家族の希望に応えていきたいと考えています。まだまだ、 少しでも自宅で過ごせるチャンスのあるがん患者は潜在的にいるはずです。今回の動画が少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。では、また来週。